神に愛され召された井口、白い山に消えていった命、誰より美学を磨いてきたのに容赦ない山のガットの仕打ち、自分に媚びずに引くに引かずに無言で与えたリアルな気づき、最大のリスペクトを送るぜ RIP 井口。ということでですね、はい、ドッキリをすることにしました。しましょう。しましょう。やりましょう。まあなんかこうみんなで会話してる中の流れで、はい、でも今日は本当一人で運転するの疲れたわみたいなとこから入って、はい、正直思うけどちょっとぐらい運転してくれてもよかったんじゃないみたいな話にどうにか持ってきて、ね、あと僕寝てたことにしましょう。あ、それ結構寝てたみたいな。てか結構寝てたよね。そうそうだね、そうだね。その方がなんかこう、うん、寝てたことにしたこと。だから空気感僕読めてない。うん、読めてない読めてない。で、俺がちょっとだちょっとイラついたような感じで、はい、トイレに行くかなんか食べ物取ってくるかわかんないので、はい、席を外しますと。外してる時に、まあ、小太郎くんが調査結構怒ってないですかみたいな。いけるっすか、大丈夫っすか。ゆうちゃんさんがちょっと、ね、寝てた時ぐらいに、うん、チョコさんちょっと確かになんかこうちょっと口数ちょっとすぐ口数言ってたっすね。下打ちしてたしみたいな感じにして、イグッチはちょっと鈍い感じで、そうそう鈍い感じでちょっと逆ギレしてるぐらいで、うん、ああそうそうそう。種明かしをどういう形でするかな。なんかいきなり、うん、GoPro 撮りながら、うん、あの長い棒で、うん、いきなりチョコが大、うん、あの猫が大好き、チョコマニアボール洗いのチャンネル略してチョコとかニャンニャンって言いながら来たら、うん、もうみんな多分察して、うん、ああなるほどね。だから今回一番のターゲット的なところは、はい、ソウさんかなと僕思ってる。ああなるほどなるほど。谷口さんは気づくと思うんで。はい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 、でそうだね、ジャイロさんはなんかそういう問題に対して、うん、あの慣れてるから、はい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 、まあこううまいこと取り持とうとするけど別に焦んないと思うんですよ、うん、はいはいはい、そうだね。で一番焦んのは多分ソウさんだと思うんで、うん、確かにね。ちょっとソウさんにちゃんと焦ってもらおうかな、うん、そうだね。そうしましょうか。そうですね。ああオッケーオッケー。そうしましょう。いやちょっとさ、あのバズバーの時みたいに完全にあれ置かない、あの定点でさ、定点の隠し方全体見れるやつだから、でこれあのさ、ちょっと大塚さんも聞いてさ、場所聞いといてよ。でそこに合わせてさ、そうだ、定点の隠しカメラを、隠しカメラを設置させて。ええ、で私が今そこの部屋に、あ違う違う違う、あの食事の食事会場で、食事会場で、はいはいはい、ここどこ6人、昨日の6人どこ座りますかって後で聞いていきます。あ、了解了解。でそれでそこの場所聞いたら、ちょっと画像かなんか送ってくれ。俺は大体もう分かるから、画像分かったら、そしたら早めに誰か、ゆくちゃんが行って、パッと送ってくれ。じゃあ今行ってきてですか。あ、行ってきて。総一郎。これ、またはめられるんだな。はめんのがもうちょっと高齢化してるんですか。おめえの楽しい旅はここまでだよ。はい、じゃあね、今からね、総君と光太郎君の部屋に行って、このね忘れ物のインナーを渡すふりして、このちょっと GoPro を渡してちょっと撮ってもらいます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今晩のおが必要です。そうね、今晩のおからそうですね。いやきついと思いますよね。絶対きつい。一人はね、しんどかった。そうです。今日はきついよ。今日はきついね。なんか途中でね、入り口寝ちゃってて、そういう時じゃまずしんどかったんだよ。僕も、あの、川に迷ってて、結局言えずに。俺らさ、こう、前後だからさ、なかなかこう話し合うの。じゃあ、後ほど。はい、僕やってます。ありがとうございます。はい。心配してくれてる。すげえ気使ってくれてた。申し訳ないね。総一郎くん、申し訳ないね。申し訳ない。誰だっけ？モリシ。モリシ。ちょっとこれみんなで食ってる感じ置いといていいですか？あれでもね、動画も撮んなきゃいけないしね。うん。食べるの？俺ちょっと、すげえ食ったんだよね、俺の中では、昼。ああ、食べましたね。普段さ、一緒にやってるようでやってない。
だからなんかさ、その疲労感みたいなのがさ、結構おのおの疲れてるはずなのにさ、うん、見えてないじゃない。で、結構さ、その辺を探り探りやるんだけど、結局やっぱ2日目にその辺のこう誰かがピークを迎えるみたいな。みたいな。今日の移動は本当大変でしたね。でも言っちゃった。私寝てたから。まあ寝てた。でなんか途中寝ちゃった。いやなんかあまりにも陽気が結構眠っちゃいけないなと思って。結構暖房切り気味にしてますけど、2年前ちょいちょい暖房の温度上げてきて、それ結構こっちの車もあったんですけど、あの温度上げるときついよねっていうのと、助手席で寝ない方がきついから、結構助手席側にも気づかれてみたいな話だし、まあ正直なんかちょっと申し訳ないけど、正直寝るのはちょっと勘弁してほしいなって思った。いつもは寝ないんですよ。なんか今日は、うん、ガチ寝してた。まあまあ寝たっす。まあね、いつもはまあ運転もしてたりとかあるかもしれないけど、まあ、ちょっとねえ、やっぱ車内で動画撮るのとかもあるからちょっと困るな。僕も言うのがあったんですよ。いやでも小太郎くんカメラとかあったんですよ。ゆるちゃん、あ、変わんなかったんだ。なんかブーツで来ちゃってて。あ、靴持ってない。で、雪道だしどうしようかな。まあでもこんなこと言ったら俺もずっとブーツで運転してたからさ、ちょっと変わってもらいたかったなとか言いながら。でも最初に一応言ったんですよ、なんか変わんなくていいっすねって言って、一応言ったっす、なんか最初に。うん、だっけ。で、僕言ったっすよね、なんかいいっすかって言ったら、あ、いいよみたいな。まあでも、ね、最初とあれは結構最後の方に来るからさ、うん、ちょっと俺はあれは嫌だったなっていう。自分、俺も結構本当にきつかったから。まあ、でもなんか言ってくれたら変わるんだ。ああ、別になんか変わりたくなかったとかじゃないんで。トイレ。車で話してたね、いい時。そう、ジョコさんこうちょっと気遣わないとジョコさん疲れてるね。違う、そう、イルちゃんが寝ちゃった時あるじゃないですか。はい、その時ちょっとめっちゃ無言になっちゃって、もうガッツリ寝た。もちろんね、高田君も寝てたのよ、ちょいちょい。なんだけど、まあなんかこう薄寝みたいな。声かけると話しになる。猫が大好き44歳チョコバニラボール新井のチャンネル、略してチョコちゃん、にゃんにゃん。今日は仏盤台のビュッフェに来てます。イエーイ。気まずかったかい。お前だけだよ。気まずかったかい。ふざけんな。いい顔してたよ。もう俺じゃあ総君の顔見てなかった。俺もう見れなかった。逆に違う、だって俺めっちゃ中和しよう中和しようしてたの分かったでしょ。分かったよ。なんか普段そんな喋んねえと超喋んねえ。すげえ気使ってんなって思ったもん。俺を落とすか孝太郎落とすかで何とかしようとするのに、いやもうその上行くじゃないですか。一回弟をまず落として見て様子見て、その後、まあ俺も寝てたし、まあ、そうそうそう、自分が寝てたことを告白して終わったというだけの話じゃないですか。ちなみにチョコさん来たじゃん、俺のブログ撮りに。あれもあれも全部仕切ってるでしょ。ちょっとだけ切ったっしょ。チョコさん着いた時、もういなかったじゃないですか。うん、
なんかスッと上がってきましたね。あれも伏線。あれは伏線。あれからだなじゃん。うん、まああの時から始まってた。始まってた。いやめっちゃ中和したのになんだよ。次何で中和できっかなってずっと考えてたのに、あ、終わったと思いました。もうチョコさん、うわどうすんだろうみんなこれと、トイレ行っちゃったよって思って、まあ、もうちょっと俺もそこの時点で諦めかかってじゃあ最後に大成功の乾杯を皆さん、じゃあピラボー2日目の晩、はい、ドッキリ大成功ということで乾杯乾杯大成功酒うめえよこれ。みんなが愛したヤタベのひとしバゾバゾザップ井口ドープでマジックなシックな命バダラオ忍者でのジャンプサッションどっちも引くことなく挑み一歩も引かずにライダー気取り業界沿った俺たちの気負い井口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 